まあみかんでも何でもそうなんですけどもね、この皮と実の間のここの部分ですね、この部分に一番栄養があるんですけども、ここを全部捨ててやります。はい、お疲れ様でございます。今回は100円ショップで面白い商品を見つけてきましたので、それを紹介したいと思います。今回はこちらのマジックライトペン、見えない文字が浮かび上がる不思議なペン、マジックライトペンのライトで照らすと書いたものが現れるということで、早速開封していきます。はい、おそらくですけどもね、このペンで書いたものをこちらのブラックライトで照らすと見えるようになる、そういう商品ではないかと。それではこちらに紙を用意したので、早速使っていきたいと思います。今ここにね、テストって書いたんですけども、これをちょっと照らしてみたいと思います。あ、カメラで伝わりにくいかもしれないですけども、見えるかな、これテストって見えてます。これはちょっと肉眼でしか見えないかもしれないですね。ここにテストって書いてるんですけどもね、ちょっとカメラの映り具合で見えてないかもしれない。はい、こちらどういう時に使うかというと、お手紙に、なぞなぞに、暗記に。これ思ったんですけどね、これ書いてる時に今何書いてるのかわからないですね。そしてこれどこに書いたのか、これね、一切わかりませんね。こちらなんとダイソーさんから100円で購入することができます。こちらの電池なんですけども、 LR1130、 あんまり使わへんやつ、これが3個最初から入ってます。電池がなくなったら、まあこうをこう交換できるようになってますね。まあおそらくもう使うことはないでしょう。これはちょっとしまっておきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。